はい、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この撮ったみね、ケンケン先生がですね、動画を上げてまして、で、まあ私も、中丸さん、ね、本当に、あの方がね、トップになられたら、ね、よかったんじゃないかなと、思うことがあって残念だなと思っている状態なんですけれども、やっぱりあの会見ですね、それがなんかすごいね、もともとお酒がお好きだったっていう風な形だったんですけど、ちょっとねかなり苦しそうな状態だったっていうところで、私の意見としてはちょっとねお酒だけじゃなかったんじゃないかなと思っているんですけど、もうちょっと今回そのことについてですね、占ってみたいと思います。全部リバースで出てますね。どうしたものでしょうかっていうところなんですけど、そうですね。では、過去からいきたいと思います。過去ペンタクルスの、9のカードですね、このカードリバースになっていますので、まあある意味彼の立ち位置がですね、不安定な状態だったということでね、コメとかC とかの対立も招きかねないような状態、まあ財産を失ったりとか信頼を失ったりとか不安定であったりとか、信頼を失うとかそういう風な感じのカードですよね。やっぱり目の上のタンコブだったんだろうかっていうところですよね。結構ズバズバとね言われてたのでっていうところで、はい、その時の状況を勝利の凱旋のリバースっていうことで、勝利に見えますが実は勝利ではなかったっていう風なカードですよね。まあいい何かあったんでしょうね。はい、それを表面上の心理トラウマカードですね。なんかこれ、ちっちゃな子に、花束を渡しているっていうところで、何か過去に、関与している人がいて、それは自分よりも下の人間だっていうことよね。で、もっと深い深層心理には月のカードのリバースが出てきてます。月のカードのリバースは、そうですね、裏切りとかね、不安定、移り気、ある意味、沈黙、何か沈黙、裏切り行為、何か、あっちからしては、何か、彼が、本質が見えてくるとかね、なんか、暗闇の中で明るい一筋の光が見えてくるっていう風なことなんですね。道が見えてくる。
この道ありますよね、道がずっとありますけど、その道が見えてくるっていうところでね、うん、彼が本筋が見えてきて沈黙裏切り行為とみなされる、それを支援する者、彼はザスター希望、何かを、これ水をさ明け渡してるでしょうっていうことは、まああの、汚い水とかいい水の入れ替えですよね、水の入れ替え、うん、新しい、うん、新世界に向けて新たな希望のカード、うん、水の入れ替えだったんですよね彼はね、っていうところだったと思うんです。で彼の環境をエース・オブ・ソードのリバースっていうことで王冠を刺されているっていうことですよね。まああのなんかこれ勝利とかね、そういう風なカードのねリバースなので、混乱とかまあなんか、なんかね非人情的なものが行われたっていう風な感じですかね。暴力的とかね、ちょっとそう、何かを曲げ、トラブルを起こさせるために、非日常的非現状的な環境に彼は陥れられたっていうことですよね。で周囲の環境を3人の人が祝杯を挙げてる、これは楽しい杯なんですよね。ただこれリバースになってるので悪酔いさせるとか、なんかあの悪い会合とか、そうですね、あの楽しいお酒の場ではないんですよね。何かをうやむやにさせる、人間関係のトラブル終了、不正行為と、トラブル、仲たがい、そんな感じでしょうかね。でお酒は、まあ、あるあのこのカップっていうのはお酒であったりとか、人間関係の感情であったりとか、またその丸関係ですね、丸関係、丸体関係とかね、そういう、関係性も含めます。で、彼の願望または不安要素、ペンタクルスのクイーンのリバースということで、彼の願望また不安要素っていうところで、まあ、あの本当聖地だったらばすごく固いね、経済的安定とかそういう風なカードなんですけど、損失、経済的な損失とか信用を損失させるとか、安定感をなくなることがするとか、繁栄から引きずり下ろすみたいなところ、すごく安定した経済力の持ち主だったのを、それを社会的地位を引きずり落とすみたいなところがありますね。ペンタクルス、彼の4。彼の4。何かを守っている。何かをすごく、かたくなに何かをこれ守るっていうカードなんですよね。これはなんかね、こうすごくこうね、これ執着を示してるっていうカードなんですよ。物事に対してとか、物に対してとか、地位や名誉に対しての執着っていうところなんですけど、これはもっとリバースになると、もっと強い執着を示すというふうな、何か彼は執着を持っていたところがあったんじゃないかな。何かを、どうしても守らなくちゃいけないと思っていたとかいう可能性もありますよね。何かこうすごく固くなに守っているとかね、まあある意味ね、こう
もしくはそのそれをあの、社会的な地位を手放す気になったのか、逆にねっていうところもあるかもしれないけど、何かの損失とかね、やっぱりなんかそういうところもあるかもしれない。物質的な損失、役職を、彼は役職をこうね、選挙でね落とされちゃうわけですよね。悪評が立ったんですよ、彼に対して。なんだみたいなところが立って、落とされて、あの落とし入れられちゃったってとこもあると思うんです。で、最終結果ですね、ザ・サンの、カードですね、太陽のカードですね。これはでもあのエネルギッシュとか、あのすごくパワフルとか、成功とか、そういう風なカードなので、彼の最後を見た時になんかちょっと、生命力とかね、こうエネルギッシュとか成功とか喜びとか誕生、勝利ね、勢いがあるとか、そういう風なカードになりますよね。で、最後はその年の10月に彼がマルしているっていうところで、なんでだろう、生まれ変わりとか、生まれ変わりですね。これタロットでこういろんなことをまあね、こうやって、あの新たにこう誕生してね、あのもう一回ね、一回立ち上がって、でもやっぱりほら悪いところがあって、それをあのこうね、いろんなことを調整しながら、物事に進んでって、さらにそういうふうなとこから、失敗を糧に大きく生まれ変わって、大きく飛躍し、これから伸びていきますよって、暗闇であのいろんなね、あの苦境とかがあって、そこから生まれ変わる時のカードなんですよね。だからちょっとな、なんかあったんだろうか、その時っていうところでね。じゃあそれなんかこの生命力が逆にリバースになると思うんだけどね、生命力がアップして、もしかしてなんかあんのかな、こうなんかね、あのとなんかこう分かち合う人っていう感じですよね。信頼を置けるとか、愛し合うとか、なんかあるのかな。そのでは10月に彼が丸した時のこと、彼が丸した時のこと、なんかこの、信頼のおける人に、そのね、あれもね、自丸という形になってるんだけどね、MH さんのこともそうでしょ、自丸でしょ。だからなんかあるかもね。15年ぐらい前か、でも彼が覚悟を決めた、 MH さんが覚悟を決めたのは15年ぐらい前か、ちょっと前だよね、20歳のところ頃だよね。じゃあちょっとその MS さんが二十歳の頃のちょっと前ってことか、 その時期だよね。ね、分かんなくなっちゃった。と、その10月の彼が丸した時のこと、新たな、なんかこういろんなことに取り組もうと彼が思っていたね、中丸氏がですね、中丸さんがですね、じゃあこれはタワーですね、崩壊、じわじわとそういう動き、彼を崩壊するような動きがその時あって、何かやっぱりこう狙われているとか、そういうのがあったのかもしれない。で、彼の表面上の心理はペンタクルスのエースですよね。これラッキーカードですよねっていうところでね、
いろんなことに対してね、いい結果が出てくるっていう感じのカードなんですよね。狙われていたなんか塔のカードで、じわじわと崩壊していく中で、でも彼の中にはそうですね、そういう風なとこがなかったのかな。なんか始まりとかね、大きな経済的な発展とかね、そういう風な感じで、もっと深いところの心理、カップの5ですね、これ何かが起こって、でなんかこうね、なくなってしまったように見えるけれどもね、悲しみとかそういう、そういうふうなものに関して、もうね、そう、得られない、ある意味、新たな、ね、方向に向かっていくっていう感じだと思うんですよね。で、それを支援するもの、妨害するもの、ザ・デビル、呪縛から、彼がこのタワーの呪縛から解き放たれる、彼自身の置かれてた環境を、皇帝のリバース、権力者、ネガティブな権力者に支配されていた彼自身がね、周囲の環境を協力する者がいない、なんか、身近な側近の人とかから何か変な圧力を受けるとか、なんか、裏切りとかね、そういうところもあるかもしれない。彼の願望を、ソードの3、かなりの、衝撃的な、悲しみ、ね、辛さ、ね、昇進ですね。で、彼の未来、近未来、その後の近未来、吊るされた男のリバースということで、なんかある意味犠牲とかね、なかなかそれに対しての受け入れられないっていうところがね、あったのかなっていうところがありますよね。なんかその自己犠牲に対して彼自身が受け入れられない、自分が丸することにっていうことで、最終結果、またここもパワーと同じような情熱の赤いマント、2、ワンドの2、これは意欲的に新たな方向性を見つけて立ち上がるというふうなカードになりますよね。さっきもパワーでしたね。悲しい、自丸するんでしたら悲しいことが起こると思うんですけど、新たな方向性に立ち上がるとかね、なんかあるんでしょうかね。え、ありがとうございます。今日初見の方、チャンネル登録をお願いいたします。いつも見てくださる方、いいねボタンをお願いいたします。コメント欄ではリクエストも伺っております。ライブでは個人の鑑定も、受けています。何かありましたらライブ参加お待ちしてます。ライブは金土日ぐらいで不定期でやっておりますので、ベルマーク通知をね、必ずお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またねー。